英雄星チャンネルの時間です。さて西さん、次はロボコンですよね。見てましたね、やっぱり。ロボコンは、まあ、ファンが多いというか、ね、衝撃的ですね、はい、もうただの、まあ、ロボットなんだけど愛嬌があり、はい、まあ、それこそ笑いあり涙あり、そうですね、言っちゃっていいですか、もうお決まりのロボコン0点、はい、これは名作で、うまくいったような僕らも気がしてたのになぜか0点で、ガンツ先生が理由を言うとそれを入れてると思うんですよね。なるほど、なるほど、はい、さあ、はい、うちへ遊びに来て、はい、ロボコンが好きな西さんが、はい、なんかお土産くれって言って、はい、この3つからだったらいいよって言われたらどれ持って帰るんですか。いや、それ大きさから言うとはこっち、はい、ですが、先ほどね、まあ、その質問が来るかなとよく見てたら、やっぱ絶対これなんですよね。ああ、お腹の中が時計になってますよね、これね、うん、はい、やっちゃっていいですか、いつものやつ、というか、うん、それは損するタイプですね。え、この3つの中で一番価値があるのは、まさか、はい、まさかこの、そうです、このコーナーまた始まりますか。金額はまあ置いといて、はい、これが一番価値ありますからね、ちっちゃいんですけど、はあ、はい、これってね、はあ、頑張れロボコンでしょ、はい、そうです。これ頑張れロボコンじゃないんですよ。え、どういうことですか。これ燃えろロボコンっていう新シリーズなんですよ。ここに車がついてるんですよね。そうですね、はい、これ新しいんです。ちょっと待ってください、ロボコンはシリーズで名前が変わってるんですか。第2弾があります、燃えろロボコンっていう。なるほど、これは初期、こっちが初期、はい、そうですね。で、これは初期のロボコンなんですけど、作られたのが最近なんで、そんなに価値はないんですね。で、行くところ、これが一番だと思います。いや、若藤巨匠、はい、もうせっかくこれ出してるんですから、はい、もうズバリ教えていただけませんか。いや、これいくらぐらいだろう、5、6千円、5、6千円ぐらいじゃないですか。まあ、ミニソフトでもないです。でも、なんか多分1000円、あ、なんかでもかなり高額のね、聞いてるから安いよねとか一生思った自分がいますが、うん、でも5、6000円は十分高いですよね、本当だって。だって当時150円売りですからね。金利で言ったら30倍ぐらい。なるほどね。そんな銀行預金ないですからね。どこ探しても。銀行預金に例えられますなるほど。それないですから、はいはいはい。でこれは、まあ、大きいんで定価は高いんですけど、このアンテナが欠品してるんで直さないとダメですよ。あ、なるほどね、うん、何かかけたり壊れたりしたら、ね、まあ、ちょっと金額は全然低いと、はい、まあでもさすが、じゃあ若槻教授、ロボコン100点って言ってもらいますかロボコン0点、あれ0点ということで、じゃあ本日も時間となりました。ありがとうございました。